こんにちは。自営業専門税理士川南です。本日の動画では、これからの時代、ますます会計ソフトの導入は必須の時代になってきました。その理由の一つとして、令和5年の10月1日からスタートしたインボイス制度によって、初めて消費税の申告もしなければいけないというような、個人事業主やフリーランスの方、今年は増加するということが予想されています。そういった背景も踏まえてですね、必要になってきたと個人的に感じております。というわけで、本日の動画では、会計ソフトを使うおすすめの理由とメリット、デメリット両方しっかりと解説していきたいと思います。私はオンラインサロンの運営と、その他いろいろ SNS をやっています。またビジネス書を2冊出版しています。どれもすべて概要欄から飛べるようにしてありますので、ぜひ一度見てみてください。それでは早速、本日会計ソフトどうして使うといいのか、しっかりと解説していきますので、一緒に勉強していきましょう。それではインボイス制度導入初の確定申告、会計ソフトは必須の時代へで解説をしていきます。本日の内容です。会計ソフトを使うメリットを紹介します。次に、クラウド会計の長所と短所をしっかりと動画の方で紹介します。そして、税理士おすすめ会計ソフトの紹介をしたいと思います。最後、まとめということで、本日このような流れで動画進んでいきますので、ぜひ最後までご覧になってください。では早速、会計ソフトってどうして使ったらいいのか、私がおすすめするポイントを次のスライドで順番に説明をしていきます。はい、会計ソフトを使うメリットということで、何が一体どのように便利なのか、まず一言で言ってしまうと、事務負担の軽減、こちらにつきます。ではどういった事務負担が軽減されるのか、順番に見ていきましょう。まず1つ目、日付順に自動送付されるということです。手書きの帳簿つけている方だったらわかると思うんですけど、後からレシートや領収書が出てきた場合にですね、手書きの場合も記入してあるものの間にですね、前の日付をね、入れ込むことって、なかなか見た目がね、汚くなって気になるって方も多いと思うんですけど、会計ソフトを使うとですね、どの日付順に入れようが、前後が逆になろうが、自動的に順番に送付してくれる、要は並び替えてくれるというのが非常に楽です。そして2つ目、残高や集計が自動計算してくれる。手書きの帳簿を作っているとですね、行ごとに残高を取るのが非常に面倒くさいです。そして1月が例えば終わりましたと、立て金を取り、収入を足し、使ったものを引きという足し算引き算をしているとですね、人間のすることですから、絶対に計算ミスって起こり得るんですよ。それが会計ソフトなら、自動的に残高を集計してくれますし、1月の売上がいくらなのか、2月の売上がいくらなのか、クリックするだけで一発で数字が出るということで、こちら残高や集計を自動計算してくれて、事務負担が軽減されるというわけです。そして3つ目、減価償却費の計算も楽です。手で減価償却費の計算をするとですね、やはりこれも同じくミスが起こりやすいです。こちらが減価償却に必要な項目をきちんと会計ソフトに入力することで、減価償却費を正しく計算してくれます。次におすすめな4つ目、家事案分の計算も楽になるという点です。これら4点含めて事務負担の軽減がかなりできますので、やっぱり会計ソフトというのは使うに越したことがないなと思います。4つ目に挙げた家事案分なんですけど、皆さん水道光熱費の領収書やレシートを見てですね、うちはプライベートと事業の割合が70対30、事業の割合が 30% だからということで、水道代をかける 30% して、小さくメモをして、それを入力して、そういった手間かかってて面倒くさいなと思ってる方も多いと思うんですけど、こういった点も会計ソフトを使うことで管理作業が楽になります。そしてもう一つ、会計ソフトを使うメリットとして大事な点が、特典であるアウル申告のハードルが会計ソフトを使うことでぐっと下がります。アウル申告特別控除は最大60万円の控除が使えるのですが、こちら会計ソフトを使うことで自動的に必要な帳簿をつけれるため、65万円控除を狙いやすくなります。電子申告した場合が最大65万円控除でして、紙で印刷したり窓口に持っていた場合ではですね、55万円控除、10万円控除額がダウンしますので、皆さんそこはしっかりと覚えておきましょう。では次に、会計ソフトの中でも最近特に人気のクラウド会計というものがあります。そのクラウド会計を使うメリットデメリットについて、次のスライドでしっかりと解説していきます。メリットとデメリットしっかり見ていきましょう。クラウド会計というのが最近人気でして、私も個人的に顧問先のお客様にはクラウド会計を使いましょうねということを強くお勧めしています。ではそのメリットとデメリットについて順番に説明をしていきます。まずメリット
から。ネット環境さえあればどこからでも作業が可能という点です。これ自宅からログインしても経理の作業が可能ですし、また店舗のパソコンからログインさえすればネット環境さえあればどこからでも作業ができるというのがメリットの点になります。そしてこちら、バージョンアップや法改正に自動的に対応してくれます。皆さんがクラウド会計にログインして使う際には常に最新のバージョン、また法改正が入った場合には最新の法改正に対応したソフトを使えることが自動的に対応してくださっています。これも非常に便利です。最近ですと一番大きなインボイス制度というね、制度改正があったんですけど、そちらも各会計ソフトさんしっかりと対応してくださっていますので、自分が使うときには最新の状態で使えるということも非常にメリットではないでしょうか。では次に Mac に対応していることです。ダウンロード型の会計ソフトの場合はですね、 Windows のみ対応というようなものが意外と多いです。クラウド会計は Windows でも Mac でもどちらでも対応可となってますので、これを理由にクラウド会計を選ぶ方もいるぐらいです。 Mac 対応もしているというのもメリットの一つではないでしょうか。そしてこちら、私が一番クラウド会計使うにあたって個人的におすすめしている推しのポイントはこちらになります。データ連携が可能ということです。こちらどういったことかと言いますと、ネットバンキングやカードをですね、クラウド会計と連携してデータの内容を自動的に引っ張ってきてくれるという機能になります。これが非常に便利で、入力の手間、また入力の時間がかなり圧縮されます。では次にデメリット、弱点を見ていきましょう。こちら、先ほどメリットでも挙げたんですけど、どこでもログインが可能な代わりに、ネットがない場所ではですね、ログインができませんので作業ができないという点がデメリットになります。今の時代ね、ほとんどのところも何かしらの Wi-Fi があったり、共有の Wi-Fi があったりするので、そこまで不便ではないかと思うんですけど、 Wi-Fi、 ネット環境が必要になってくるというのをデメリットに挙げさせていただきました。そして2つ目、パソコンが必要となることがあるということですね。今は一部スマホでも確定申告まで完了できるというようなアプリが出ているんですけども、やはりパソコンがあった方がですね、便利なのには間違いないです。なのでもしパソコンを持っていない方はですね、購入する可能性があるよという点だけデメリットとして挙げさせていただきました。そしてこちら、3つ目のデメリットは年会費が必要になるということです。クラウド会計を使うにはですね、やはり無料でできる範囲にはかなり制限がかかりますので、ビジネスされている方、個人事業主の方、フリーランスの方は有料バージョンを使用することをお勧めします。そうするとどうしても年会費という費用負担がかかってくるんですけど、こちらの年会費についてはですね、ビジネスに関係がある支払い、要はビジネスをしているがゆえに会計ソフトを使いますので、経費として計上することができます。そして4つ目のデメリットは、メンテナンス中は使用ができないということです。これはクラウド会計だけではなくてですね、金融機関でもですね、メンテナンスのため何日から何日、または何時から何時は使用できませんというメンテナンスが入るというのはよくある話です。ですのでこちらはメンテナンス中は使えないってことだけきちんとね、事前にお知らせはしっかりきますので、その使えない期間を抑えておけばそこまでデメリットにならないのではないかなと感じます。とはいえ、メンテナンス中は使用ができませんのでご注意ください。というわけで、ここまで会計ソフトを使う理由、またクラウド会計のメリット、デメリットを見てきたんですけど、次におすすめの会計ソフトを本日紹介したいと思います。はい、本日おすすめする会計ソフトはですね、クラウド会計ソフトの中でシェアナンバー獲得しているソフトになります。そしてまた Apple のアプリストアの評価が5点満点中なんと 4.5 点の高得点を獲得しています。こちらの評価は2024年1月1日時点の情報となっております。そして特徴は誰でも使いやすい画面と機能です。どういった機能なのか、この後のスライドで実際の中身を見ながら、どんな画面なのか、どんな機能があるのか紹介していきたいと思います。本日おすすめする会計ソフトがこちら、フリー会計になります。皆さんもね、フリーという会計ソフト聞いたことあるって方非常に多いかと思います。こちら今見えているのがトップ画面になるんですけど、確定申告と経理を楽に効率的にフリー会計というものになります。こちらを使うとですね、初めてでも簡単な確定申告ができるということで、本日紹介する会計ソフトになっております。こちらのトップページの右上に無料で始めるというボタンがありますので、こちらを押していただいて、アドレスとログインパスワードを設定していただけるとすぐにお試しで使うことができますので、ぜひ一度覗いてみてください。リンクはね、概要欄の方にも貼っておきます。ではこのフリー会計の特徴を次のスライドから順番に紹介していきます。一体どんな機能があるのか順番に見ていきましょう。
フリー会計の特徴として時間短縮ができるというのが大きな特徴となっております。まず一つ目の特徴、 AI が仕分けをサポートしてくれます。こちら先ほど言ったようにクラウド会計というのはネットバンキングやカードその他いろいろな情報を自動で連携してくれるんですけど、その仕分けをですね AI がサポートしてくれます。もちろん AI のサポートだけではなく仕分けルールを自分でカスタマイズすることも可能です。そして二つ目の特徴、隙間時間にアプリで完了させることができる。これ非常に便利です。皆さんが移動時間や電車に乗ってる時にですね日々の経理をスマホでレシートで取るとですね金額日付を自動的に読み込んでくれるんです。この隙間時間にアプリを使って日々の経理ができるというのは非常に時間短縮できることになります。そして3つ目、丸バツ形式で質問に答えていくと確定申告の書類の作成ができるということです。以上この3つのポイントがフリーは時間短縮ができる特徴として紹介させていただきました。では先ほど言っていた家事案分についてレシートを見ながらね計算機で 30%、20% というふうにね掛け算して小さくメモしてって言うと大変じゃないですか。フリーの会計ソフトではどのように家事案分の設定をするのか次のスライドで紹介をします。はい、こちらが家事案分の実際の画面になるんですけど、こちら上の方からまず見てください。上にですね、このようにホーム取引受注先ということでタブのボタンが並んでいます。家事案分は確定申告の中の家事案分というものを選んで進んでいただけるとこちらの画面に切り替わります。家事案分の一覧という場所が出てきます。こちら最初は何も設定していないのでこのような表示になります。この下にある新しい家事案分を登録するというのを押すとですね家事案分の登録画面下のところに進みます。どの科目を家事案分しますかと聞いてきます。例えば個人事業主フリーランスの方で自宅を仕事場でしている方によく出てくるのが水道光熱費の家事案分だと思います。例えば水道光熱費をですねプライベートが 70% で事業用で使っているのは 30% だと仮定します。そうするとこちらの勘定科目のところに水道光熱費っていうふうに入力または選んでいただいてエンターを押してこの事業利用割合っていうのを 30% の場合は 30% と入力します。もし 50% の場合は 50% っていうふうに入力をしてください。そしてこの保存ボタンを押しますとこの上の家事案分一覧のところに自分が登録保存した家事案分の一覧が出てきます。このように家事案分の設定をすることで水道光熱費は 30% が事業用というふうに設定をすることができるんです。いちいち計算機使って計算するよりもずっと楽ですよね。では次に減価償却費はどのように設定するのか実際の画面見ていきましょう。はい、こちらが減価償却の実際の設定の画面になります。固定資産の登録というところがあります。こちらは先ほどのタブでいくと同じ確定申告のところから固定資産の登録がありますのでそちら選んでいただいてこちらの画面に飛んできます。こちらに必要項目必須というふうに赤くなっているところを順番に入力をしていきます。そうするとですね自動的に減価償却費固定資産の登録がされて減価償却費の計算はですねこのソフトがしてくれるということになります。これによって計算ミスや残った未償却の残高をですね次年度に引き継ぐときにねそちらに書き写しのミスなど、まあ、人間がやらかしそうなミスを防ぐことができるんです。減価償却はですね手計算でしてるっていう方中には実際いらっしゃると思うんですけど減価償却の計算は絶対に会計ソフトにサポート補助してもらった方が楽になると思います。では次ね先ほど時間短縮の3つ目として紹介した丸バツ形式で質問に答えると確定申告が出来上がるっていうのはどういったことなのか実際の画面を紹介します。こちらが丸バツ形式で質問に答えるそして確定申告を作成していくという実際の画面になっています。こちら全てではなくて一部抜粋をしてますのでご了承ください。例えば事業所得の中にですね源泉徴収されている事業所得はありますかというふうに聞いてきます。ある場合ははいを、ない場合をいいえというふうにこちらの丸バツ形式の質問に答えていくことで確定申告の作成をサポートしてくれます。そして丸バツ形式はいいいえで答えるので非常に分かりやすいという点がメリットになります。例えば国民健康保険に加入していますか、はいと答えるとですねじゃあ国民健康保険はいくらですかっていうのは入力画面が次に出てきます。いいえの場合はそのままスルーして次の質問に飛びます。その次国民年金に加入しているかどうか国民年金基金に課金しているかその他の社会保険料は支払っていますかというように順番に質問をすることで入力漏れや所得控除の入力ミスなどもね防げるというようなスタイルになっていて非常に使いやすいなというふうに感じませんか。
それではこちら、今日紹介しているフリーのクラウド会計のソフトなんですけど、新しく導入された令和5年の10月からスタートしたインボイス制度には対応してるの？また消費税の確定申告、私初めて作らなければいけないんだけど対応しているんですかっていう声も聞こえてくると思います。インボイス制度がスタートして免税事業者から課税事業者になった方で初めての消費税申告しなければいけないというね、フリーランス個人事業主の方は今年は非常に多いと思います。そういった場合には対応してるんですかというのが次のスライドになります。はい、こちらインボイス制度対応ということで、自分で消費税の申告をする人におすすめです。アップグレードした消費税の申告機能が出ております。個人事業主向けの新機能ということで、消費税申告ライトが登場しています。初めての消費税申告の方でも迷わず安心、優しい申告税申告のフリーということで、しっかりと対応してくださっています。もちろん皆さん気になっているであろう2割特例の計算方法にもしっかりと対応済みです。そしてスタータープランでも開放しております。こちら一番下のプランでもこの消費税の申告ライトが使用可能です。このスタータープランがどういうものかと言いますと、個人事業主向けにプランが3つあるんですけど、その中の一番低価格のものがスタータープランになります。このスタータープランの契約をされた方でもこの消費税申告ライトは使用可能ですよという意味になります。では次に、実際にスマホでこの消費税の申告をした時にどのような画面で消費税の申告を作成していくのか少し紹介します。こちらスマホから申告が完了できるということで、消費税の申告どのような流れに行くのか一部重要なポイントだけ紹介していきます。まず一つ目の携帯画面見てください。4つの手順ということで、申告までの4つのステップを順番にしていくとスマホから申告が完了するという全体像の流れになります。まず一つ目、基本情報の入力、2つ目申告内容の入力をして、次に申告内容の確認、そして申告書類の提出ということで、4ステップで消費税の申告書が完了するというイメージになっております。2つ目の携帯画面見てください。消費税申告ライトではミニ解説動画がついています。これどういったものかと言いますと、例えば特別な会計基準で記帳していますか、はい、いいえというような選択項目が来たとします。この特別な会計基準で何のこと言っているんだろうって言ってわからないケースってあると思うんですよ。その下にもちろん文章でも解説があるんですけど、その赤い矢印のところにですね、解説動画というのがあります。こちらをクリックしていただくとミニ解説動画、要は動画でこの用語や内容について解説してくれてる動画を見ることができます。これによってわからないことや不安を解消することができるというわけです。3つ目の携帯画面見てください。こちらもちろん2割特例に対応しております。実際の画面のイメージ像なんですけども、納税額がね計算されましたということで18万円で金額が出ております。こちらご自分が2割特例を使いたい、2割特例で計算をしたいって時にはですね、この2割特例を適用するのとこにチェックを入れると2割特例で計算を自動的にしてくれるという便利な機能になっております。そしてその下、提出する書類を確認しましょうということで、各書類をタップするとプレビューが表示されます。このようにスマホを使って消費税の確定申告ができるというのも非常にメリット、特徴だと思います。では次、最後まとめになります。はい、まとめです。インボイス制度がスタートして初めての確定申告です。会計ソフトをね導入するというのはもう必須だなというふうに感じております。もちろんそれ以外にもですね、青色申告狙いたいという方にももう会計ソフトの導入非常におすすめです。まず私が個人的に推しているこの自動連携、ネットバンキングがカード、その他のもの、いろんなものがですね自動連携することができるのがクラウド会計の特徴となっております。これで作業時間の軽減ができますので、皆さんぜひ会計ソフト使ってみていただければいいかなというふうに思っています。そして先ほども言ったように青色申告ハードルが下がりますので節税が可能になります。ちゃんと新しい法改正、インボイス制度にもしっかりと対応してくれる、バージョンアップも自動的にしてくれるというのがクラウド会計のメリットです。そしてもちろん消費税の申告作成にも対応しているということで、非常に便利ですし作業時間が圧縮されます。サクッとですね確定申告を終わらせて皆さん本業に専念した方が効率的じゃないですか。ですのでこういったもの、会計ソフトをうまく利用して自分の時間を生み出すという方がですね、賢い経営者なのではないでしょうか。本日紹介したフリーの会計ソフトは概要欄にもリンクが貼ってありますので、ぜひそちらクリックしていただいて、どんなものか試しに使ってみるといいかと思います。無料でお試し可能です。最初無料で使ってみて、どういったものか覗いてみて、あ、これなら良いなとか使えそうだなと思ったら、ご自分でですね契約して有料プランに切り替えて確定申告に臨む方がスムーズだと思います。
というわけで、本日はクラウド会計のメリット、デメリット、会計ソフトは使ってうまくねサポートを受けた方がいいよという動画になっております。はい、私は税理士川南のオンラインサロンということで、オンラインサロンを運営しています。オンライン上で税理士を味方につける Facebook の非公開グループで運営をしています。質問や相談をいつでもすることができて、文章で質問が来たものに対して私がさらに文章で答えるチャットのようなイメージを持っていただけるとイメージしやすいかと思います。定期的にサロンズームもしてますし、またメンバー全員が起業家メンバーばかりですので、情報交換ができるということで好評です。興味ある方は概要欄からオンラインサロン詳細に飛べるようになってますので、ぜひご検討ください。入会お待ちしております。はい、 YouTube チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録の方お願いします。また感想やコメントいただけると非常に励みになりますので、よろしくお願いします。その他 SNS もやってますので、ぜひフォローしてみてください。またビジネス書2冊出版しておりまして、 Amazon Kindle 版両方ありますので、ぜひチェックしてみてください。はい、というわけで本日も動画最後まで見てくださってありがとうございます。いよいよ確定申告シーズンということで、皆さん日々本業忙しいと思うので、効率的に会計ソフトなどうまく利用して本業に専念できるというのがベストな方法だと思います。今後もですね、私の YouTube チャンネルでは個人事業主やフリーランスに役立つ情報をどんどん投稿していってます。過去動画もですね、たくさん確定申告に関する動画出てますので、皆さんぜひね見ていただけると嬉しいです。それでは本日も最後まで見てくださってありがとうございました。事業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。